呢個神奇屋啊！我哋雖迎大家跟黑貓一起練日文，咁呢，有兩個禮拜呢冇上傳到啦，咁我決定呢，今個禮拜終於得起心肝呢，就拍翻一個嘅日本新聞嘅，咁啊希望一路睇唔同嘅新聞，了解多啲日本嘅文化之餘呢，咁亦都可以練下日文嘅。咁我哋今個禮拜開始就一齊再努力啦。咁我哋今日呢要睇嘅新聞呢，係關於呢個便利店嘅，佢有樣產品呢，喺呢個 SNS 度呢，非常之有話題。咁啊，我哋即管。 コンビニ靴下 SNS 話題でラインアップ強化在宅時間増え購入場所に変化コンビニ大手のファミリーマートが去年発売した通称シャープファミマソックスは SNS で話題となり若者を中心にこれまで140万足を売り上げました。1列だった売り場の棚を今後2列に増やし専用のケースも導入します。また 黄色やピンクなど新色を発売するほか、T シャツやタオルなどのアイテムも増やします。在宅時間が増え、自宅近くのコンビニで身の回りの日用品などの買い物を済ませたいというニーズの高まりもあり、ファミリーマートは医療品の売り上げを今年度の1.5倍にしたいとしています。<music> コンビニ靴下 SNS 話題でラインアップ強化、在宅時間増え購入場所に変化在 <Hey, S 1> <Hey, S 2> 便利店賄嘅物以外地熱賄成為咗話題嘅、成為咗 SNS 嘅話題。随時便利店賄嘅品項、啦、呢 n 拉入啦、有咗改變、有咗強化嘅、亦都成為咗居家办公時間選构商品嘅最佳地点。 コンビニ大手のファミリーマートが去年発売した通称、シャープファミマソックスは、SNS で話題となり、若者を中心にこれまで140万足を売り上げました。 有呢一個便利店龍頭嘅全家啦，呢、這、一個大手啦 a l 即係佢龍頭嘅意思啦。咁呢個 Family Mart 咧，去年販售嘅商品入邊咧有一個名稱咧叫做 Shop，即係頭先見到大家我哋平時打嗰個井井個 hashtag 咧，咁咧就係呢一個 Family 啊 Family Mart Shop 嘅商品咧。 因為主打年輕族群啦、而意外造成咗轟動嘅、造成咗呢 SNS 嘅題咁至今已經販咗140万吊㗎1列だった売り場の棚を今後2列に増やし、専用のケースも導入します。 本来、この層架に入れ商品です。因為他熱買、好好買。その時、打算再增加層架で或者、將來打造出有的販售区別のアイまた、黄色やピンクなど新色を発売するほか T シャツやタオルなどのアイテムも増やします。 咁另外また啦即係仲有除咗增加黄色啦同埋呢粉紅色嘅一啲新色嘅商品之外呢亦都打算呢做呢 T シャツ呢 T 啦同埋毛巾嘅タオル等等之次嘅產品在宅時間が増え、自宅近くのコンビニで身の回りの日用品などの買い物を済ませたいというニーズの高まりもあり、 ファミリーマートは医療品の売り上げを今年度の1.5倍にしたいとしています。今因の居家時間嘅增加啲人們對離家近、買い物を買日常生活用品嘅便利店嘅需求を增加。除此之外、全家亦都希望、直此達成、服飾類商品嘅營業額る可以提高1.5倍目標。 喺咁嘅以上咧，就係關於呢個 FamilyMart 咧，之前一對物咧就製造咗話題啦。然之後呢個銷售額係非常之強勁啊。咁啊，進而咧佢就想繼續。 誒開發啦，更多嘅新商品啦。今日唔知呢一個全家會唔會成功呢？即係可能嚟緊有一條拉 i 咧，就係大家會去全家嗰度買一啲服飾類，咁我覺得都幾有趣嘅。如果有機會咧，我都想親身去睇下嘅。咁啊，呢一個咧，日本已經開咗關噶啦。如果咧大家已經去咗日本啦，可能係特別留學生啦，或者一啲商務嘅朋友，或者係有在留簽嘅朋友啦。咁啊歡迎下邊留言話俾我哋聽。咁啊，你可以去。 代我哋睇下呢个全家究竟嘅呢对物呢，而家系咩嘅状态，咁可以分享俾我哋听嘅。咁我哋今日嘅分享就嚟到呢度啦。如果你知道嘅影片，记得帮我订阅、赞同同埋分享出去啦。我哋礼拜三再见啦，Cheers，麦得拜拜。<noise>